番の物語は差し詰めまだプロのため少しずつそう焦らずに遥か彼方の輝く星掴めるのかな今も僕らにできることはいけないこともしもくじきそうな時には辛いよって言ってもいいかな持ちきれない荷物はわかって運べばいい今はまだ未完成な僕らのはちゃめちゃなストーリーは続くどんな未来が待ち受けようと僕らは続く